こんにちは、竹です。竹の一人朝礼です。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。今日は2016年の5月の14日の土曜日ですね。昨日、ガンバと、ジュビロの試合があったんですけど、2-1 で勝ちましたね。もう、なんか久しぶりのちょっと勝利って感じなんですけど、で遠藤選手が、19年連続ゴールで、ね、数を超えしたらしいですね。で、もう J1 の今99ゴールなんで J1 の100ゴールまで王手になりましたね。まあとりあえずね、遠藤選手がこのなったっていうのは嬉しいですけど、とりあえず勝利になったのがね、最近ちょっとね勝ててなかったんで、ガンバはね夏に向かってくれば調子よくなってくるんで、だからこの5月6月が結構踏ん張る時だと思うんで、この時にちょっと要は稼いとかないとちょっと厳しいですもんね。でまあ、一応上位との差っていうのはガンバが今16で、浦和が25ですね。ってことは、9か9は相手のちょっと厳しいですね。まあでも、3位の鹿島までは、勝ち点5なんで、とりあえずチャンピオンシップは出れる可能性が全然あると思うんで、ちょっと浦和がねちょっとね勝つのはちょっと厳しいかもしれないですけど、でもこれから調子上げてくれば、ガンバの本領を発揮してくればね、いい感じだと思うん で井出口君も結構大活躍だったみたいですね。フルで、活躍して疲れも見せなかったらしいです。井出口君ちょっとほんま大期待です ねえに、元日本代表のボランチがおるこのガンバ大阪でね、いろんなタイプのボランチがおるんで、それで吸収してね、ちょっと日本を代表するレベルじゃなしに世界を代表する選手になってほしいですね。以上です。そしたら、竹野一人朝礼ですが、昨日は、ブログの準備、動画の作成、ツイッター戦略の実践、マーケティング戦略の実践ができましたね。今日はリストーロの改善と動画の作成、ツイッター戦略の実践、マーケティング戦略の実践と改善、ファン戦略の実践と改善、出店戦略を考えたいと思います。以上、竹野一人朝礼でした。